江ノ島にある、杉山和一像、杉山和一元禄七年五月十八日は、伊勢国阿蘇大津出身の新旧市。兼業であることから、杉山兼業とも称される。針を管に通して打つ手術法であるくだり法を創始したと伝えられる。針、あんま技術の取得教育を主眼とした、世界初の視覚障害者教育施設とされる、杉山流針地動員稽古書を開設した。 これには、ハリーとして仕えた江戸幕府第五代将軍、徳川綱吉の支援を受けた。おじは、杉山白衛門、杉山左門。弟子に、三島安一がいる。大正13年に、聖護位が追贈された。津藩家臣、杉山重政の長男として誕生。陽名は、陽喜び。幼い頃、伝染病で失明し、家を犠牲である。 杉山茂行に譲り、江戸で兼業の山瀬拓一に、弟子入りするも生まれつきののろさや物忘れの激しさ、不器用さによる上達の悪さが災いしてか破門される。実家に帰る際に石につまずいて倒れた際に体に刺さるものがあったため見てみると、竹の筒と松葉だったため、これによりくだばり法が生まれる。講談、落語、苦心のくだばりの題材ともなった別伝では、 真術を何とか上達させたいと江ノ島弁祭典で21日間の断食祈願に臨み、万願の日、この葉に包まれた松葉が体に触れたことで思いついたと、される。つまずいたとされる石が、江島神社参道の途中に、副石と名付けられて名所になっている。東洋神宮専門学校校長で、杉山の生涯や、神宮の歴史を研究する大浦次官は、関心術は、 当時すでにあった可能性もあるが、体系化して広めた功績は杉山に返せられると評価している。その後、山瀬拓一の死でもある京都の入江義明を訪ねるも、すでに死去しており、息子の入江豊明に弟子入りすることとなった。入江流を極めた和一は、江戸で開業し、大盛況となった。61歳で兼業となり、72歳で、 徳川綱吉のハリ信仰行例を受けて、真実最高のために、真実講習所である杉山流ハリ動員稽古所を開設する。そこから多くの優秀なハリが誕生している。綱吉との本所一つ目の話は有名である。ワイチは江戸にもハリ、ア間の教育のほか、東道座の再編にも力を入れた。それまで、遠道座の本部は京都の職屋敷にあり、 総兼業が全国を統率していたので、盲人官位の取得のためには、京都に赴く必要があった。Y 地は、元禄2年に、関八州の東道盲人を統括する、総禄兼業となった。綱吉から賜った本所一つ目の屋敷は、総禄屋敷と呼ばれこれ以後、関八州の盲人は、江戸において、盲人官位を得られるようになった。麹町から道三河岸 高城町の後、元禄6年から本所一つ目別在天社内に開設された。この場所は、杉山和一が徳川津賀吉から配慮した約1900坪の土地の約半分で、現在は江島杉山神社となっている。ここでの教育は、系統的になされており、学ぶ教科書や内容によって、次の4段階に分かれていた。 関心術を江ノ島で監督したかどうかはともかく、杉山は江島神社へのガツさんを置いても続け、三重島を寄進したり、東海道からの道標を置いたりしたほか、綱吉から配慮した屋敷に、別財店を誕生した。生前の状況2年に作られた杉山県業の木造が江島神社内で再発見されて修復され、法案殿で、妙音別財店と共に安置されている。 江ノ島道の道標、杉山愛イは、元禄二年頃、全部で四十八期の江ノ島弁斎天道標を、江ノ島道沿いに建てたと言われ、川流にも読まれている。すべて高さ120センチメートル程度、幅、奥行き20センチメートル程度と共通の規格を持った、安山岩製の戦闘拡張型道標で、正面に、弁斎天の趣旨である凡事、と、綾野の万弁、右面に、 一切主上左面に、ニセイスラックと掘られている。この種の石造物としては、掘りが深い。これは、目の不自由な人のためと言われ、いかにも、剣業の建てたものらしい。開発による破壊や、構図化による盗難にあい、現在残るものは少ないが、藤沢市の江ノ島弁祭店、同票十二期は昭和四十一年一月十七日に、指定重要文化財に指定された。 現存の江ノ島弁採天同票は次の通り。杉山和一の献身的な手術に感心した徳川綱吉から、和一の欲しいものは何かと問われたとき、一つで良いから、目が欲しいと答えた。綱吉和の法一丁を和一に与え、同地屋敷内には、江ノ島弁財天の分娩を勘定した、弁財天者が祀られた。慶応2年には和一が修行した。 江ノ島岩屋を模した岩屈も作られている。第二次世界大戦後、杉山自身を祀る抹茶との合祀が行われ、同時に江島杉山神社として現存する。江島杉山神社には、杉山県業意徳検証会が運営する記念館や、明治4年で一旦絶えた、講習書の流れを組む杉山張安置領所が併設されている。江島神社に近い墓所前では、 午前祭が行われており、2020年9月には銅像が建てられた。ありがとうございます。